ガメラはレギオンを許さないから。ありがとうこの気持ちを。というわけで今回ご紹介する商品はこちら、デフォリアルシリーズからガメラ1996限定版。怪獣はゴジラやコングだけじゃない、ガメラ。中でも僕が一番好きなガメラである G2 とデフォリアルのコラボか、ありがとうと伝えたい。ガメラ1996、はい、こちらはガメラ2レギオン襲来に登場したガメラで、通称 G2。 地球を守るため地球外生命体レギオンと激しい戦いを繰り広げます。当時のギワチン少年は地球のため何度も立ち上がるガメラに勇気をもらいました。ありがとうガメラ。はい、こちら高さは12センチほど、幅は11センチほど、奥行きは17センチほどになります。素材は PVC でガメラの設定と同じようにめちゃくちゃ軽いです。はい、同じデフォリアルシリーズのゴジラ1999ミレゴジと比較、まあね、だいたいサイズ感は同じかな。いやでもこうやってガメラとゴジラを並べることができるのは非公式だからこそですよね。決して交わらない2体がこうやってね、動画上では簡単に共演してしまうという。またこの2体の表情が対照的でいいね。ちなみにデフォリアルの初期の方に発売されたゴジラとシンゴジラと比較すると若干大きいですね。やっぱり最近のデフォリアルは少しだけ大きくなった印象ですね。ちょっと大きいサイズのデフォリアルと比較するとこんな感じ。いや、やっぱデストロイヤーやキングギドラはでかいね。そしてモンスターズの G2 と比較。いやでもなんかサイズ感似てますね。いやでもいいね。本当に特徴よく捉えてる。デフォルメされてるってのがわかりますよね。ちょっと後で細かく比較もしてみましょう。はい、まず顔。いや、いいですね。この G2 の可愛さと凛々しさを感じるような、そんな造形が好きなんだよね。いや、でも前から見たら可愛いね、この顔。見てこれ。なんかプクプクしてるね。いや、でもこの G2 のかっこ可愛い造形がすごく好きなんだよね。デフォルメでもすごくうまく表現できてると思います。この大きく意志を感じる瞳。まあ僕はね、毎回主人公の瞳と表現してるんだけど、この瞳もよく再現できてますね。この黒目と緑の部分の彩色がめちゃくちゃ複雑。緑のところはグラデーションかかってるしね。この彩色によって非常に奥行き出てますよね。この辺手抜いてないんだよな。そして白目部分はオフホワイトっていう感じかな。そしてこの血管、ちょっとね、ゴジラ1984を彷彿とさせるような目の血走り方なんだけど、この辺もなんだろう、ガメラの狂気じみた強い意志を感じさせる彩色になってて非常に好きです。絶対に貴様を許さんみたいな、そういう感情をこの瞳から感じ取ることができて非常にいいです。そしてガメラのこの骨の形がしっかりとわかるような、このくぼんだ造形めっちゃ好きなんだよね。シャープでこういうところね。そしてこの目の下のクマみたいなところもすごく誇張されてるんだけど全然違和感なくてめっちゃかっこいいんだよね。いや、このダイナミックな造形好きだな。なんかこれが目を引き立ててんだよね。そして鼻の穴も2つポツンとあるところも抜かりなく造形されています。そして体表の凹凸と汚し彩色がめちゃくちゃマッチしてんだよね。すっごくリアル。そして質感はマットですね。造形と彩色が相乗効果で非常に立体的に見えます。そしてこの大きな牙、根元が非常にリアル。そして口の中は少しこう艶があります。この辺のね、質感の分け方がすごくいいんだよね。ちょっと生々しい感じね。いや、素晴らしい。生物感あるわ。牙も一本一本グラデーションかかってます。すっごいね。ベロも少し艶があって紫っぽい、ちょっと不健康そうな色をしてますね。大丈夫かガメラ。こう口の中までしっかりね、造形彩色されてるんだよね。これ奥までね、細かすぎる。はい、モンスターズと比較。非常によくデフォルメされてるんだけど、今回の方がちょっと怖く感じません？さすがデフォリアルですね。で、ここまであんまり分割線が目立たないのもすごいよね。この辺ちょっとあるけどほとんどわかりません。そしてこの腕、腕はあれだね、この辺の顔と違って少しツヤがあって色が濃いですね。この辺はあえてなのかな。いやー、でもこの凹凸すっ
っごいリアル。エイリアの代表っぽい。適切かな。そしてこのエルボークロー、かっこいいな。牙と同じ彩色になってますね。うん。そしてガメラの手。いやー、すごいね。年季が入ってるね、ガメラって。このちょっと層になったような造形がたまらないですね。手のひらも抜かりなくリアルに作られてます。こんな感じで骨の形が見えるような造形ね。お腹の前にこの顎とね、首のラインを見てもやっぱり分割線がほとんど目立ちませんよね。この辺やっぱすごいよね。そしてこのね、お腹ギュッと小さく凝縮された造形になってますね。線の入り方が非常に細かい。まあ、ここパカッと開きますからね、こんな感じでね。まあ、ウルティメイトプラズマって言って、まあ、ガメラの元気玉みたいな切り札ですね。この技がめちゃくちゃ好き。そしてこの足、この複雑な造形に合わせたまた彩色もいいよね。マッチしてるわ、ほんと。そしてここで色味が少し緑に変わっている、この辺もいいです。爪がこういう向きに生えてるのもいいね。ガメラの特徴、こうガメラの足って意外と長くて、かつこう特徴的なね造形なんだけど、それをよくこうデフォルメに落とし込んでますよね。特徴を捉えつつコンパクトにという、いやーすごい。足の裏はこんな感じで、ロゴが印刷されてない方はしっかりと造形されてます。なんか皮膚の向こうの骨も見えるような、めちゃくちゃリアルな造形ですね。ここまで見てもすごくよくデフォルメされてるなという感じですよね。素晴らしい。で、ちなみにですね、昔に発売されたデフォリアルコインバンクのガメラ、まあこれちょっとトラウマガメラなんですけど、と比較すると体のバランスとかちょっと違いますよね。コインバンクの方はちょっと顔がちっちゃめというかね、そんな感じがします。まあこれはこれですごくかっこいいんだけど、今のデフォリアルの完成形はこちらなのかなと思ったりしますね。ちなみに280円しか入ってません。こうすごくバランスがいいですよね。うん。そしてガメラといえばこの甲羅、この甲羅も見ての通りめちゃくちゃリアルなんだよね。こうモンスターズと比較すると色の違いもあるんだけど、彩色の凝り方が全然違います。こうモンスターズの方も表面はリアルなんだけど少し単色気味ですよね。だけどデフォリアルはこれやばいよね。この彩色の凝り方半端じゃないですよね。めちゃくちゃ手間がかかってんなっていうのがわかります。うわぁね、わぁすごい。そしてこういう表面のブツブツとかも抜かりなく再現してあるんだよね。すっごいね。やっぱりデフォリアルの造形と彩色はちょっと異常ですよね。ここまで凝ってあって、こう体に対しての甲羅の比率もいい感じですよね。うん。いや、いいわ。そしてちょろーんと出た尻尾。ガメラの尻尾、可愛いですよね。デフォルメな分、よりこう可愛くね、仕上がっているように思いますね。そして裏側もしっかり作られています。そして改めて、ゴジラとガメラ。これね。いや、いい。特にやっぱこの、ミレゴジと、この G2 の対照的な顔っていうのは、うん、すごくマッチしてるね。これだと完全にゴジラ敵役だよね。ガメラ対ゴジラっていう感じかな。いいな。やっぱこの2体は対照的で、すっごいいいわ。てかやっぱ造形がいいから説得力半端ないね。まあね、ゴジラシリーズはずっとね、盛り上がってるけど、やっぱガメラもね、今後、最終的には映画っていう形でね、それに行き着くまでどん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 ね、盛り上がっていってほしいですね。まずはフィギュアからですよ。ガメラの復活をね、僕は期待してますし応援してます。はい、そして今回のガメラは少年リック限定版ということで、とあるものがついてます。それがこちら、レギオンプラント。はい、こちらは地球外生命体レギオンと共存関係にあたる巨大植物で、レギオンが発生させる酸素を吸収して成長し、爆発とともに宇宙に種子を飛ばし繁殖する恐ろしい植物です。高さは8センチほどで、ガメラと比べると小さいです。いやー、まさかの総体来ましたね。で、札幌と仙台があるんだけど、これおそらく札幌の総体かな。この垂れ幕を見るとそうだよね。冬のクリアランス、これね、その辺までしっかり再現していることに本当に感動しました。そしてこの辺に総体の根元とかがあるんだけど、一番すごいのがね、これソルジャーレギオンがいるんだよね。これすごくない？まあこのマザーレギオンのまあ子供的なねポジションで、まあ兵隊なんだけど、これがついてるっていうね、これはビッグサプライズ。
そしてこの瞳の艶とかが本当にリアルなんだよね。細かく作られてんな。この彩色とかものっぺりしてないし、やばい、これ感動、すごい、本当に今にも動き出しそうな、うわ、あ、すげえ、これはすごいな、嬉しいな、なんか。そしてこの総体の根元もこううねうねしていて気持ち悪くていいね。そしてこのレギオンが発生させた酸素を吸収してこの総体が育つと、これもすっごいリアルなんだよね。そしてこう色鮮やかで綺麗だよね。ただ綺麗な花にはトゲがあると言いますから、こう札幌地方6キロが壊滅するほどの巨大な爆発を起こして宇宙に種子をパッて飛ばすんだけど、その種子にレギオンの卵も産みつけられているので、レギオンがね宇宙にこう繁殖していくという方法なんだよね。恐ろしいよねでもこの辺の穴ぼことかさ、めちゃくちゃリアルだよね。ここまで細かく作られてる総体に出会うことができるとは、感動。これでつぼみの状態の総体と咲いた状態が揃いました。嬉しいね、まさか揃うとはこう札幌の総体は発射する前にガメラによってこう破壊されたんだけど、仙台の総体はこうガメラによって倒されはしたんだけど、発射を防ぐことができず、ガメラに直撃してしまい、ガメラも瀕死になって仙台が消滅するというね。いや、ほんと核爆発みたいなね、爆発ですからね。ただ種子はね、ガメラによって受け止められたことによって、繁殖は防がれたんだよね。ガメラが捨て身で宇宙を守ったわけです。さすが守護神。はい、ちなみに今までのデフォリアルの付属と比較。なんかね、気持ちちょっとボリュームがある感じするんだよね。いや、でもやっぱり、個人的には、発光もいいんだけど、やっぱり限定版はこうやって付属をつけてくれた方が嬉しいね。うん。いやー本当に素晴らしい。はい、というわけで今回はデフォリアルシリーズからガメラ1996少年リック限定版をご紹介させていただきました。いや本当に素晴らしい商品でした。まあ、ガメラ自体も本当にいいし、このね、総体とソルジャーレギオンがついてくるっていうね、これで8000ナムだから本当におすすめの商品だなと思いました。でちなみに実はこれぐらい集まりました。 HG ポリストーンの特撮リボルテック、そしてこれ食玩のやつかな、そして特撮リボルテック、デフォリアル、そしてモンスターアーツと。いや可愛いなでも大怪獣シリーズの G2 もやっぱ欲しいね。やっぱ G2 はいいね。うん。そして気になるデフォリアルシリーズのガメラなんですが、確か G3 の発売が決定してますよね。いや、それもね、すごい楽しみ。G1、G3、トトとね、出て欲しいんだけれども、やっぱりね、僕が一番望んでるのは敵ですよ。特に、レギオン。これが見たい。まあ、見てわかる通り、とにかくすごいボリュームで、ガメラと比べたらこれぐらいでかいんだけど、まあね、これがデフォリアルになったら、どうなるのか、これギドラ以上のデカさになるんじゃないかなって想像してますね。で、ビオランテが確か限定版で1万7000円ぐらいでしょ。だからね、レギオンだとそれぐらいはするんじゃないかなって思いますよね。とにかくすごいボリュームになりそう。でもね、そこまでなんとかね続いてほしいね。でもこのクオリティだとやっぱりね、みんな買うと思うから、まあね、とにかく今後のガメラシリーズに期待してます。はい、そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバイ。